道場君、一つ我々は礼節を重んじ、頂上敬視、献上の美徳を忘れざること。一つ我々は心身を廉磨し、武の神髄を極めること。一つ我々は空手道を通じて、生涯の修行となし、人の道を全うすること。日本空手道不動会。私は、すでに大会して10年以上経っておりますが、これまでに、足掛け13年、空手道不動会において空手道を習ってまいりました。そこで学んだのは、やはり空手道は、武道であってスポーツではないということです。武道とはすなわち人間道でありまして、重要なのは空手道の真髄となるところは道の部分であると私は館長より教わりました。空手道が空手であってはならず、また空手は空手道ではありません。目的とするところは人の道でありますから、突きや蹴り、そして身体物理的に鍛えるというところはあくまでその手段でしかありません。ですので、よく空手と聞きますけども、空手はスポーツであり、私が習ったのは、空手道でありまして、すなわちこれは武道であるということです。武道とは何かと申しますと、人が人としてあるべき道を真っ当に進んでいく、その心持ちを鍛えていくというところにあるかと思います。ですから空手は決して攻撃手段ではなく、あくまで防御に徹するというところにあると思います。例えば街の中で、まあ、たちの悪い人たちに囲まれたと、またはすれ違う人と肩がぶつかって因縁つけられた、そういった時に、何をと、そんなふうに、歯向かうのではなく、まあ理由はどうであれ、ひとまずこちらから頭を下げて穏便に済ますと。その誰しもが因縁をつけられたり喧嘩を売られれば何くそと感情的には思うのですが、そのまま感情的に動いてしまっていては、決してこれは武の道を歩む者の心持ちとは言えず、感情的にならずぐっとこらえて一礼
頭を下げてその場はやり過ごすと。そこに空手道のある一つの真髄たる側面が見れるのかなと思っております。では今まで習ってきた突きや蹴り、そういったものはどこで使うのか。できればそういったものは使わないに越したことはありません。ただ例えばですが、大勢に囲まれて自分一人と、敵はその他大勢となったとき、自分の逃げ道を作るために空手を使う。決して相手をやっつける、とっちめる、そういうのではなく、必要最低限自分が逃げる道さえ確保できればそれでいいわけで、そのために手足を使って相手の攻撃を受け、そして最低限反撃をし、そして逃げる。そういったところにつけるのだと考えます。ですから空手の型には攻撃から始まる型は一つもないのです。すべて受けから始まる型となっているはずです。まあ、ですからよく柔道剣道そして空手道、ただ残念なことによく一般的に聞かれるのは柔道剣道といっても空手道は空手道とあまり言われず、ただ単に空手と表現言われることが多いです。それはちょっと悲しいですね。その理屈で言うんであれば、剣道も柔道も剣柔で言っていただきたいものです。なぜ、空手道が道を省いて、その道が大事であるのに道を省いて、ただ単に空手という言い方になってしまうんでしょうか。そこは個人的に悲しいですね。剣道柔道、まあ、どれも武道とした時、空手道なんです。武道なんです。ですから個人的にはこうした武道というものがある種スポーツのように、いやスポーツとして扱われること自体、私は違和感を感じております。確かに相手を倒す方法を学びはしますが、相手を倒すということが本来の目的ではなくて、あくまで武道というのは自分自身と向き合って自分自身を高めていく、そこが真髄なのです。心身を錬磨しというところは、心も体も結局はこれは一つのものですから、物理的に鍛えれば心も鍛わるし、心を鍛えれば体も強くなるのです。ですから武道、空手道、まあ、私は剣道柔道はやっておりませんから、空手道のことだけでお話しさせていただいておりますが、空手道、それは自分一人で粛々と、決して目立つことなく、静かに自分自身と向き合って鍛え積み上げていくものだと思っております。おっす。
つ、我々は礼節を重んじ、朝上敬視、献上の美徳を忘れざること。一つ、我々は心身を廉磨し、武の神髄を極めること。一つ、我々は空手道を通じて、生涯の修行となし、人の道を全うすること。日本空手道不動会。